何が起こるんでしょうか。波乱の新春ジャイアントシリーズ、川田のパートナー田上明です。さあロングが上がりまして、川田ハンセンで始まりました。砂漠レフリーはジョー樋口です。早くも川田俊明のキックからチョップがハンセンの熱い胸板、うわーっと声を出しながら打っていきます。しかしスタンハンセンも打ち返します。おっと握り拳、肉弾相打つとはこのことだ。フライングメイヤー強引に持っていって、サッカーボールキック、抱え投げる、体から絞り出すような声を出している河村としては鍛えています。さあそしてノードとハンセンの合体タックル、2人ともプロフットボーラーの経験があります。さあビッグジョンノード、まあ、ハンセンのパートナーデビアスが世界最強タッグ決定リーグ戦、昨年の最後のシリーズ怪我で途中帰国いたしまして、今ハンセンのパートナーが不確定な感じになっています。デビアスの復帰を待つところなんですが、桃田さんノードどう見てますか。そうですね、タイプ的に言えば、はい、前のですね、ブルーザ・ブローディ選手と似てるタイプなんですね、はい。まあ、まだちょっと掴みづらいところが多いですけども、まあ、パワー十分あると思いますし、これもね、やっぱり足キック系統の技を結構使ってますね。今行きましたね、さあ川田を捉えてスタンハンセンに渡します。まあ、しかしハンセンブロディの時には、はい、ハンセンもブロディももうお互い勝手にものすごいパワーで攻めまくってましたが、ジョン・ノードはやはりハンセンにちょっと気を使ってますかね。そうですね、ブロディ選手も初回来た時はですね、はい、まだあれほどのね、要するにがむしゃらなところはなかったですね。そうだったんですか。まあ、要するにその回を追うごとにですね、自分で自分のペースを掴んで、要するにその日本人選手とほとんどもう当たりましたんでね、それ以後やっぱりこのパワーがどん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 自分の好き放題っていう感じでやってましたね。ということは桃田さんがおっしゃりたいことが分かりました、はい、ジョン・ノードも日が経つにつれて大化けする可能性が多いにある、そういうことですね。チャンスは十分あると思います、可能性はね。まあ、スタンハンセンにとってもそれは、まあ、デビアスがいる、ジョン・ノードがいる、これは嬉しい悲鳴ということになってくるんですね。さあそのスタンハンセン、クロックヘッドシジャース、川田俊明、腕の方も固めています。この頃川田選手はこういう風にいろんなものを出してまいりますね。やっぱりそれなりに勉強してるっていうか、はい、やっぱりそのパワーのある選手をどうやったら一番効果的かということを考えていると思いますよね。サッカーボールキックです。そういえばこの開幕戦でしたか、変形のストレッチプランも見せております。この川田俊明キックです。この辺はお箱、おや左の足、膝どうでしょうか。全シリーズ靭帯を伸ばしておりますが大丈夫か。川田俊明、この辺りハンセンはしっかり見逃しませんので要注意です。さあ左腕下ろし、アームブリーカー行きました。田上明です。田上明の昨年は2月に三沢と三冠戦を戦いました。敗れました。4月にボディに勝ちました。5月スパイビーに勝ち、そして河原と世界タッグを奪取いたしましたが、世界最強タッグ決定リーグ戦ではその世界最強タッグ王座、世界タッグ王座は奪取なりませんでした。ハンセンを脇固めに固めています。ジョン・ノードが思い切って飛び込んでまいりますが、形勢逆転することはできません。さあ田上です。田上ももちろん三冠王座狙っていることでしょう。そういえばここにいるのは全員三冠あるいは五冠のトップコンテンダーばかりですね。そうですね、嬉しすぎ、逆十字固めに入ろうというところですが、まだハンセンの腕が伸びきっておりません。右手でディフェンスを行っておりましたスタン・ハンセンです。その三冠あるいは五冠のチャンスなんですが、桃田さん、今年は大変ですね、はい、武道館が7回ありますね。そうですね、まあ、うちの全日本プロレスが始まってから初めてのことですけどね、年間7回の武道館というのは、まあ、要するに選手も大変ですけどね、まあ、三冠王者三沢さんは去年にも増して防衛回数が、ね、頻繁になるかもしれない。要するにその、なんていうんですか、取られるチャンスもあるけども、要するにその防衛するチャンスもあるという、もう本当大変ですよね。田上、川田、あるいは小橋あたりにすればチャンスが巡ってきやすいということになりますからね。そして桃田さんの世界ジュニア王座も私もう一度見たいんですが、そうですね、頑張りたいですね。頑張ってください、さあこちらはクイックタッチを使ってまいりまして、ハンセンの左腕集中攻撃です。
桃田さん、あの試合の中でね、桃田さんもかなり左腕、今日、井上正雄戦でしたっけ、第1試合、攻められて、あれだけ攻められるとどんな感じになっちゃうんですか、腕は。いや、あのやっぱり腕がしびれますよ、しびれる感じですか、あのやっぱり腕がだんだん力が入らなくなりますから、そういう時体のバランスってどうですか。いや、バランス自体はね、やっぱりそんなに関係ないんですけども、何か技を仕掛けようとするときに、自分の思うようにいかないと、そういうことだと思うんですね。それは右の技を打つときでもそうですか、なんとなくやっぱり左に。そうですね、やっぱり技をかけるときに、まあ、片手だけでやる場合もありますけども、はい、ほとんどの場合は両手使いますよ。あ、そうですね、投げるのもしかりということになりますね、はい、まあ、もちろんこの左腕コーナーキッチタンハンセン、皆さんご存知のウエスタンラリアットを封じるためのものであります。しかしこの川田選手見てますと、先ほどもちょっと触れたんですが、川田選手は一つの技を非常に大事にするタイプでありますが、実はいろんな技も持ってるんですね。そうですね、まあ、だけどこれはやっぱりあのプロレスに一番忠実だと思うんですよね、はい、要するにその相手の要するに一番、要するにその攻撃力のあるところを攻めて、その攻撃力を奪っていくというのがね、一番大事なことだと思いますよね、はい、さあ田上明独特のふてぶてしい攻撃が始まりました。さあスタンハンセンに思い切った攻撃をする、もうサードロープに乗っかっているハンセンもがむしゃらです。外人版小橋とでも言いましょうか、外人版河原とでも言いましょうか、がむしゃらハンセン、チョップヘッドバットで、まあ長松総合体育館一発でドーッときます。いっぱい打撃技持ってるんですね、ハンセンは。そうですね、ハンセン選手は要するにラリアットは左腕でほとんどやりますけどね、要するにあのエルボーとかああいうのは全部両腕で使いますしね。そうですね、まあ、田上も右左の戻ろう落とし、例えば川田も右左のキック出します。そうですね、左右技ってのは絶対必要なんですね。必要ですね、さあハンセンちょっと一息出ます。ここはかなり苦しげな汗をかいておりまして、左手気にしております。先ほどから集中攻撃5分ほど受けたでしょうか。あ、苛立ってますね、ハンセン。これはそうですね、はい、タウグがこれを追います。リングの中に上げようという、いやいや鉄柱です。鉄柱に打ち当てました。いいペースを作っております。ジョン・ノードとハンセンが分断されている格好になっています。ハンセンへの一人集中攻撃。さあハンセンの苦しい顔だ、大きな声だ、あ、悲鳴を上げるスタン・ハンセン。おととしの夏、三沢光晴に三冠王座を奪われて以来、三冠を奪取することができません、このスタン・ハンセン。タイトルからいきますと、2年連続チャンピオンカーニバル優勝したスタン・ハンセン、これから春に向けて、おそらく春のチャンピオンカーニバルに向けてコンディションを整えてくることでしょう。バックドロップ、しかし起き上がれません、スタン・ハンセン。こちらはバックドロップを打たれた田上明。田上はこれができるようになったんですね。そうですね、やっぱり川田選手と、あのタッグを組むようになってからですね、攻められててもすぐ攻撃に転じるという。そうですね、脇固めでやります。絞り上げるように打っていきました、田上明。両選手の荒い気遣いが聞こえてまいります。ハンセンの目がもう完全にいっちゃってます。おお、すごいエルボーです。さあビッグジョンの音が出てまいりました。おお、全身をうまく使いました、この辺はいいぞ。さあ場外にっぽり投げる、さあハンセンが放送隙前です。ビッグジョン・ノードがバットを、いや剥がしません、キックをその前に持っていきました。そしてマットのないところでボディースラムを打ちました。さらに髪を掴んでリングの中に上げようというのか、ビッグジョン・ノード。この辺もハンセンと一緒にパートナーをこれから続けていけば、ハンセンの荒々しさみたいのが乗りつくかもしれませんね。そういうことですね。デビアスにはうまさがあります。ならばこのビッグジョン・ノード、
自分の持ち味、この荒々しさ、豪快さを存分に生かしてハンセンに認めてもらいたいところ、バックドロップです。もうスケールは非常に大きいですね。大きいですね。やっぱりあの体自体も大きいですけどね、そのどうあの出してくる技も当然スケールが大きくなりますよね。そうですね。タウグ選手よりも大きいですもんね、ビッグジョンの後。いや今のいいチョップですね。はい、あのモールさん、あの力道山お父さん譲りのですね、はい、手探りチョップ特にしていますが、いいチョップというのはどういうチョップですか。やっぱりですね、ずしっとくるやつですね。やっぱりあの相手がぐっとこの息が詰まるんですよ。やっぱりあのそれだけ要するに相手が要するにまずダメージを与えられるということでね。はーはー、あのよくパチンという音がするチョップもありますが、そうですね、あのこれはまあ実際にやられてみないと分かんないですけどね。ああそうですか、まあ、口ではなかなか説明しづらいんですが、これはキャメルクラッチの体勢ですが、田上選手の足が完全には伸びておりません。どうでしょう、ちょっとこう座った感じでのキャメルクラッチなんですが、そうですね、まだ耐えられると思いますけど、そうですか、あれが足が伸びるようだともう完全に決まりますからね。はい、まあ、しかしこの辺りそれでも強引に決めてっちゃう、こう荒削りな部分があります。ビッグジョン・ノード、川田が心配そうに見ておりました。さあハンセンとのタッチ、ゆっくりゆっくりのタッチではありますが、ビッグジョン・ノード、スタン・ハンセン、この辺ちょっと、ダブルの殺法がややタイミングがずれました。しかし最後は合わせていきました、ショルダータックルであります。さあ逆エビ固め、スタンハンセン、これで AWA 世界ヘビー級選手権を取ったこともあります。タウエーサードロープに逃れました。しかしハンセンはただでは転びません。リングの真ん中に持ってまいりまして、もう一回ステップオーバーです。スタンハンセン、タウエーが先ほどキャメルクラッチで腰を痛めているのを見逃すはずがありません、このスタンハンセン。逃げろという川田の声が田上に飛んでいます。さあ攻守が逆転してしまいました。田上が捕まっています。場内からも田上一つ返せという声が飛んでいます。セカンドロープに乗りました。ハンセンも一緒に叩き下ろすんです。ハンマーを打ち下ろします。カウントは2つ。腰にストンピング、理にかなった攻撃です。さあこの後なんとかあの川田選手につなげたい田上明。何しろ川田選手開幕第2戦では敗れましたが、三沢を投げ捨てジャーマン、小橋に急降下垂直落下バックドロップ、そして前回放送皆さんご覧になったと思いますが、高知大会小橋に投げ捨てバックドロップ、そして同じく垂直落下バックドロップ、小橋選手が10分動けなかった、世界チャンピオンとしての初陣10分動けなかったという、そういう攻撃力を見せました。昨年の武道館大会あの1分を晴らしました川田、そして田上でありましたが、田上が今日は捕まっています。なんとか川田につなぎたい。田上が頑張るか、田上が頑張るか、すごいサッカーボールキック。桃田さん、ハンセンのこの馬力とかシャリングサッカーはどこから来るんでしょう。やっぱりこれはもう生まれ持ったものだと思いますけどね。桃田さん、100年に一度のレスラーじゃないですかね。そうですね、素晴らしい選手だと思います。本当にこういうレスラーいませんもんね。そうですね、でファイトがあのネチネチしてないんですよね。そうですね、もう要するにガンガン行きますけども、なんていうんですか、そのやらしさはないですね。場外に落ちるときも豪快に落っこっちゃうんですよね。さあこれは田上、足を蹴った、足でコーナーマットを蹴りました。しかしノードもそして田上も後頭部を打っています。さあ両チーム苦しい状況になりました。この苦しい混戦状況を制するのはどっちか。川田タッチが認められました。さあ川田、さあ川田、あの小走り打った、投げ捨てジャーマン、そして急降下バックドロップ、あの勢いをハンセンにぶつけるか。小走りは言っていました、川田さんは熱い、やっぱり川田さんだった、俺も本当にやり合いが出てきた、次の戦いが大事ですと話しておりました。
その川の千秋反戦をせりますがビッグチャンス出てまいりました。15分が経過、試合が動き始めるか。初めの5分は川田組、その次の5分はハンセン、ハンセン組が田植えを捕まえました。川田が体を預けました。15分から先はどうなるか。エルボーです。こういうのを持ってるレスラーは非常に強い。ビッグムーバーのアッパーしかり、ハンセンのパンチしかり、川田のキックしかり、おお、ギロチンドロップを打っていきました。セカンドロープですか。さあもう一回行く、これは川田が読みました。ニードロップ、これもブロディを意識してのニードロップでありましょうか。打っていきましたが痛めた足に今度は田植えのストンピング、左膝狙いでありますが頑張りました。ノード、さあハイキックは失敗、抱え上げまして落とします。これはびっくり、高松のファン、カウント2です。川田が場外ですよ、危ないよ、危ないですよ、危ないですよ。2対1の状況、ガリアットが待っていますよ。ブレンバスター、田植えの体がふわーっと今ふわーっと、そうですね、浮きましたね。やっぱり2人ともパワーありますからね。ありますね、さあ田植え危ない、あー田植えも今自力で返そうとしました。さあエルボーで今度はハンセンが場外、2対1の状況を逆に作る、のどは落とすとバックドロップ、のどは落とすとバックドロップ、ハンセンの視界にはもちろん入っている。あー間に合いました。しかし川田がこれをさらにカットしようというところ、ハンセン VS 川田。さあ田植えがその間に DDT、 川田とハンセンは完全に場外、どちらが優勢なんだろう。このままピッカビッグジョンのカウント2で跳ね抜けました。今川田が場外で優勢、さあここで野田を落とす、高角度決まったろう、決まったでしょう。カウント3、その間に川田は白線を放送席にぶつけておりました。川田田植え組、開幕第2戦の超スライブ、同じく前回放送の当時超スライブに対しまして、まあ前回放送のコーチは敗れてしまったんですが、その勢いをわざわざと見せつけました。そして今日高松市で外人軍団、ハンセン軍団を打ち破りました。